皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、10月の15日、まあ、時刻は朝の7時12分なんですが、一般人の方に向けては、昨日の池上彰のニュースそうだったかと、あとサタデーステーションなんですが、これらについて、ある程度イスラエルやパレスチナの状況について、少しご説明させていただきます。さも最近起きたかのように、例えば4000発のロケット弾が撃ち込まれただとか、そういったことを放送されてますが、こう最近まずそういったことはありません。2000年以前の頃にほとんどのことは解決してるんです。イスラエルとパレスチナに関しては、1960年代ぐらいに、停戦合意っていうものがされて、パレスチナという自治区が国として承認されたのは、2000年になる少し前ぐらいだったのかな。まあそれぐらいだったと思います。まあサタデーステーションで高島彩が僕は言わなければ昔のニュース、戦争のニュースを放送するみたいなことを、まあ僕は言わなかったらね、そうなるみたいなことを言ってたんですよ。僕の記憶では1997年8年フルーツラーパークで勤務していた時に、まあ多くの皇室の方とか、その当時の大臣だとか、将来、大臣や総理を目指される方たち、まあ、目指されるというよりも責任問題で結局変な言い方ですけども、総理にさせられるというか、なるしかないというか、まあそういうふうな形の立場の、例えば安倍晋三さんだったりだとか、麻生太郎さんだったりだとか、まあそういうふうな方たちとお会いしました。でその当時の頃のニュースでその当時の頃からね、一時期池上彰のニュースそうだったかっていうものがあったんですよ。で、私の記憶は間違いでなければね。で、一時的にああいった番組はなくなりました。で、再び2003年、ホテルオークラ神戸で勤務してる頃に、池上彰さんが僕に会いに来て、またそういった番組が復活するような形になりました。その時のね、池上彰さん、まあ以前も会ったことはあって、たのかもしれませんけど、とにかく会ってる人の対象者が多すぎて、なかなか覚えることはできなかったっていうのは現実的なところであってその時の池上彰さんはテレビに出ることを誘ってきたんですね。で、多くの人に会えるっていうことは幸せって言ってたのか、楽しいかのどちらかだったと思うんですね。それまでに淡井圭介と結婚話をした人間がたくさんいて、その誰かと合わせて結婚させてあげなかったら、この話もむちゃくちゃになるんじゃないかっていう部分があってなんだと思いますよ。結局それはもう各自大体ある程度の年月を得た時に、まあ空中分解するような形で、今やもう淡井圭介と結婚話した人間は、大半の人間は結婚していて、で、テレビ局には残っていない。少なくとも表舞台には出ていないっていうのは現実であって。まあ、今回の、この YouTube の内容は、イスラエルとパレスチナの、さも、今年起きたかのような放送の仕方を抑制するために、述べてるだけであって、その中で
結構以前からなんですよ。古舘伊知郎さんが報道ステーションをしていた頃から嘘が混ざってたんですよね。アイアンドームがどうこうって。それ、意味は全然違うんですよ。アイアンドームっていうものは、とにかくエネルギーの残存量問題とかが世界の間では、国連の間では重要視されているのであって、その説明なんですよ。海底の、油田とかガス田の採掘。一番海底の深いところで、今人類の史上一番深いところの深さが1800メートルだということになってます。まあ、どこから記録更新していたら、また別話になるんでしょうけども、国連もそこまで情報が追い切れてるのかどうか、発表できているのか、それとも、まあ、インターネットの世界でも、その発表していたとしても、我々検索ワードが分からなかったらどうしようもないじゃないですか。調べようがないから。で、アイアンドームっていうものは、ものすごく分厚い金属、鋼とかで作ったものを、その海底の中に基地を作って、その中で、ガスや石油などの採掘をしている、それがアイアンドームなんです。迎撃ミサイルは迎撃ミサイルなんです。だってテレビの放送の仕方が、もう何十年も前からむちゃくちゃなことをずっと放送していた。で、その引き金になったのはいつからなのかっていうのはちょっとよくわからないっていうのは、1997年8年ウルツラーパークで勤務してた時に、パレスチナとイスラエルの人たちがしっかりと仲良くしているっていう内容のものを放送してもらってるんですよ。私からの提案だったからそうなったのかもしれませんし、そうじゃないかもしれません。もうその当時の頃の記憶っていうのは、もう26年ほど前ですから、やっぱり僕の方もはっきりした記憶っていうものがない。記録、何かビデオとかで、内容を録画していて、その放送されたものが、記録していれば分かりやすかったんでしょうけども、基本的にウィキペディアとかでその国の歴史に関してはそこまで大きな嘘はないはずなんですね。で、だいぶ前からその2000年以降に、ちょっと疑問にも感じるんですけども、そのイスラエルとその仲良くできないパレスチナの人たちのその議員に関しては認めないみたいなことを西側諸国とか一時期言ってた頃もあったんですね、2000年前後に。で、一時期ウィキペディアに記載してる内容を、僕のホームページからこの動画の近くのところに、そのニュースについてのところの欄のところからアクセスできるようにはしておきます。で、その辺のところが、その文言的にね、どの程度のものだったのかっていうところはあると思うんですよ。そのいろいろ諸事情があって、そう言わざるを得ない状況の人たちも、議員さんの人たちもいらっしゃるでしょうから。2002年サンパルス六甲で勤務してた時は、イスラエル・パレスチナ国でいいんじゃないかとか、そういうふうなことを私は言ってましたけどね。無理あるでしょう。国土のね、真ん中のところにイスラエルがあって、右と左にパレスチナがあってって、聖地エルサレムの話とかも多くの人たちが昔はテレビの放送を見て勘違いしてたと思いますけども、キリスト教とかイスラム教とかユダヤ教でしたっけ、3つの宗教が同じところにあると。もともと
同一心を崇めてたんですよ。同じ宗教なんです、すべて。もともとはインドで紀元前の頃に、バラモン教というものがあって、その後ヒンドゥー教になるんですけども、そこからの派生なんです、全部。エジプトで奴隷にまあされていたモーセというものがいて、まあエジプトから逃げて、でヤハウェイという人物と会うんですね。まあそのあたりが、まあサウジアラビアあたりなんじゃないかなと思われるんですが、まあそこからそのヤハウェイという人物がそのバラモン教の人間で、でまあ宗教と法律のようなものが込みで、まあちょっといろいろ教えてもらったと。それでまあモーゼという、まあモーゼかちょっとはっきり私もわからないんですけども、すごく昔の人ですから、記録はどこまで正確なものかわかりませんから、まあイスラエルのね、そのエルサレムのところまで逃げ延びるんですよ。で10回っていう、まあ10個のルールを作って、まあ簡単なものですよ。人のものを盗んではならないとか、人を殺してはならないとか、まあ簡単な、ね、内容を10個ほど作って、まあ法律のようなものです。そことその宗教という、まあ天の神様っていうものを結びつけて、まあ教えを広げた。そこからそのイスラム教とかキリスト教とかユダヤ教が出来上がってるだけであって、全て同じ宗教、バラモン教なんです。で、バラモン教から派生したものが釈迦、仏教なんです。釈迦が生まれて、まあネパールのあたりのところで生まれたんですけども、まあ仏教を開いて、それがまあ隣国までだんだん広がっていって、まあ28代目のまあダルマ大師、そのダルマっていう意味はサンスクリット語で法律のことを言うんです、法のことを言うんです。で28代目のダルマ大師が中国に仏教を伝えたことになってるんですけど、徐々に広がっていってるんです。歩いて、あんな距離歩いたわけじゃありませんから、急に28代目の人がネパールのあたりか、もしくはインドのあたりからね、中国まで歩いていけるかって言ったら、それはそれで無理な話ですから、徐々に広がっていったんです。で日本の最澄や空海が基本的に、まあ、仏教を、まあ、中国の方から日本の方に持ち込んできたと、まあ、こういうふうなことになるんですけど、その当時から日本も同じような考え方で、神道、要するに神社の関係ですね、アマテラスの大御神だとか、まあ、そういうふうなものはあったんですよ。でどこの宗教もその全てがバラモン、まあ日本の神道などはバラモン教が元ではないんですけども、全ての宗教は最高神を天の神様として崇めてるんです。だからまあ農業で例えるとね、昔は食料事情が大変だったわけじゃないですか。だから雨が多すぎても困るでしょうし、晴れの日が続きすぎても困るでしょうし、農作物が枯れてしまいますから、だからまあそういう意味で天の神様を崇拝してたんだと思います。どこの国もね、同じような考え方になると、食料事情のことがまず大事ですから。一応今そしたらもうついでに言っておきましょうか。あと、まあそれはもう YouTube でアップロードしたから、ロシア関係の、そうそう、ロシアとウクライナの戦争のニュースは終わりましたよね。一応もうそれ言っておきましたから。それでももうみんな十字軍の話もし始めます、報道の局、報道局の人たちで、また世の中めちゃくちゃにします、感覚を。
ンゴルの人たちって300万人しかいらっしゃらないんです。現行の乱も嘘だと思いません？元という現行という国がモンゴルという元々の国のその現行の乱とかあったじゃないですか。中国大陸まで、じゃあ中国、中華、その当時のちょっと国の名前よくわからないです。まあ中国でいいじゃないですか。まあ中国とか朝鮮半島を支配してね、日本に本当に攻めてきたと思います。300万人しか人口いらっしゃらないんですよ。多分外交で来て、で、台風に遭遇してお亡くなりになられたんじゃないですか。で、その現行の、元という国がヨーロッパまで領土を広げて赤十字軍と戦ったみたいなことまでテレビで一回放送、何回か放送してるんですよ。どう考えても無理でしょう。自分で歩いてみたら分かりますよ。あの距離歩けますって。宿泊する先とか国が違えば言葉も違う。そんなところで一晩止めてくれるかって言ったら、不審な人物なんか誰も止めてくれませんよ。そもそも何を喋ってるかわからない人なんか追い払ってしまいだったんじゃないですか。だからコツ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 言語、隣国の言語を理解して覚えた人たちがものを伝えていって、まあそれこそリレーとかの形式ですよね。だから宗教の広まり方で説明しましたけども、28代目のダルマ大使、仏教の方のだから徐々に広がっていって東の方へで、中国まで届いてるっていうのと同じで、赤十字軍と戦ったっていうのがね、一体何の話なのかもうさっぱりわからないです。もともとまあこう近年のそのまあこの記録なら信用できそうかなっていうようなところで考えると、まあ1900年の頃のロシアという国の領土に関しては旧ソビエトと同じあの面積であって、なんかソビエトとまあまあもともとはロシアなんですけども、ロシアと元がモンゴルの国が話ごちゃごちゃになってませんかっていうことなんですよ。で、当時はテレビとかはなかった、ラジオもなかった。ね。そんな状態で、みんなの情報が一致するわけないんです。今ですら一致してないんですから。みんな知ってることバラバラなんですから。じゃあ、いろんな井戸端会議とかがされますよね。いろんな話が意思疎通ができないですよね。あ、なんかその話が本当かなっていう話になっちゃいますよね。で、その中で、物書きの人たちがいましたよね。小説とか書いてるような人たち。それを売って、なりわいとしていた人たち。要するに仕事ですよ。だからその辺の話とかがごちゃごちゃになって、そのモンゴルの領土がね、その、西の方のヨーロッパまで広がって、赤十字軍と戦ったっていう話になって、出たんだと思いますよ。そこまで行くとロシアじゃないかっていう話になってくるじゃないですか。もともとの1900年のロシアの領土を知ってる人たちであればね。で、なぜロシアが基本的に崩壊してまたソビエト連邦という形になったのかって言いますと、言語があれだけ国土面積が広かったら言語がいろんな国で違うわけじゃないですか。で、いろんな国の代表者の人たちが遠路はるばる来て集まったところで、で、まあ、あのソビエト連邦のその連邦式で、その後あのいろんな国に分裂してますけども、基本的にヨーロッパの近く、まあどのあたりをヨーロッパの中心部として見るかっていうところで、もうオランダのハーグでいいんじゃないですか。国際司法裁判所もありますし、それまあモスクワもそういうもうヨーロッパのその、どうやったらいいかな、ロシアの思いっきり西の方のところじゃないですか。もともとヨーロッパと交流のあったその地域の人たちの、グループの人たちが集まっ
で、まあ、ロシアとして1900年の頃ね、一つの国であった時に開業してたんでしょうけども、言語が違うから、法律もどこまで出来上がってたかどうか分かりませんよ、その当時。それこそ各地方で。今でも同じようなこと、日本でもアメリカでもしてるでしょ。例えば日本だったら各市によって条例とかあったりするでしょ。だからアメリカで言ったら各州によって若干法律は違うと。その時点で話めちゃくちゃなんですよ。だその当時も同じようなことをしてたでしょうし、言語が違う、法律もよくわからないもの同士の話し合いが始まる、どちらにしても統治不可能っていうことになるんですよ。話が噛み合わない、もうそこの地域君たちの方で面倒見てよっていうことにどうせなるんですよ。大変だから、何回話し合ってもキリがないから。だからイスラエルとパレスチナの話に戻しますけども、結局同じような話なんだと思いますよ。だから自分たちの領土だって主張するんであれば、自分たちで統治してくださいねっていう話になると思うんですよ。だから私が学生の頃は国連加盟国って180カ国くらいだったんですよ。それが今現在196カ国ほどになってるんですね。だからまあそれだけ、まあ自分の国だと主張するのであれば、自分の国なんだから自分で統治してくださいよっていうことになるんですよ。でそれで、ね、そういうふうな形になったらますます本当は大変なんですよ。例えばね、日本で関東と関西に分かれてね、本当にものすごい今さら絶対ありえない話なんですけども、大喧嘩をしたとして、関西と関東で独立運動が始まって別れたとしましょう。そしたら自分たちの使ってるね、紙幣とか、まあ貨幣通貨を作り直さなきゃならないわけじゃないですか。自分たちの国だっていうことを例えば大阪府の人たちが言い始めたとしましょう。もうなんかね、現実今でも大阪維新の会とか首都移転とかの話あったでしょ。で本当にそういうことを、まあそれは独立運動じゃないんですよ、ただ日本という国で首都を移転した方がいいんじゃないかというような話で、いや大阪府なんかもっと面積東京都より小さいし、そんなところに首都移転してきたらもっと大変なことになりますよって、人口密集度が上がってっていうことになってね、鉄道輸送網とかないんですから、どうせ無茶な話になるっていうことはもう目に見えてわかるでしょ。兵庫県に首都を移転するならわかりますよ。ちょうどね、姫路城が世界遺産ですし、そこを皇居にしたらいいんじゃないですかっていうのが私のちょっとした意見なんですけど、別にそれ本気にしてもらわなくていいですよ。もうこれ笑いながら言ってる時点で、あ、笑い話なんだなっていうことで、受け止めといてもらったらいいです。どうせ各省庁、省庁、まあ、お子さんとかもし見てらっしゃるんだったら、いきなり言われてもわからないと思います。厚生労働省とか、防衛省とか、その下に、まあ、いろんな庁とかあるわけじゃないですか。各省庁ね。そういったものを丸ごと引っ越しっていうことは、すごい数の公務員の人たちが引っ越しなきゃならなくなるわけじゃないですか。家族含めてね。そんなことできないでしょ。家族含めて引っ越ししたら、兵庫県の学校が受け止めれるんですかっていう話になるでしょ。そのお子さんたちが通う学校が、無理なものは無理なんです、最初から。まあね、だからヨーロッパはユーロという貨幣で一応物事まとめた方がいいんじゃないかというような形での動きはあったんですよ。でイギリスはユーロには参加しなかったんですね、その通貨。だからそこでまあ考え方が結構いろいろ皆さんバラバラで、それはもうヨーロッパだけで、まあ何億人もいらっしゃったら、まあ
それはね、いろんな意見が出てきますよ。こうした方がいいんじゃないかなと思って言ったところが、それしてみるとものすごく大変だったっていうことになるんですよ。まあ法改正と同じようなものなんですけども、いらない法律ははっきりしてるので削除してほしいです。こんなに法律たくさんあったらもうみんながんじがらめですよ。だって法律に載ってないルールが行政が冊子として作って出してくるんですから、どうしましょう。結局行政が決めてるんでしょっていうことになるんですよ。あと一応アフリカの方のこと言っておきましょうか。まあアフリカの方のね戦争は、だいぶ前に終わりました。以上です。もうこれでいいでしょう。気なくなりますから、皆さん、そういうことでご対応のほどよろしくお願いします。あとはね、池上彰さんや、まあ、宇賀なつみアナウンサーや高島彩に再三言いますけども、あとスタッフの人たちも絶対覚えてくださいね。河川水門化栄式ダム発電と地下水流トンネル発電、しっかりとしたものが日本中の河川すべて出来上がったとしても、1秒間の平均の発電量に関して1000万キロワットいけばいい方だと私は思っています。急に言われてもよく分かんない人は、基本的に1秒間の発電量で物事を見てください。新聞の記事でもずっとそうしていました。例えば夏場で一番のピークだった頃が1億キロワットです。それが日本の一番の1秒間の最大の発電必要量だったと考えてください。春と秋に関しては、夏場と冬場に関してはエアコンを、まあ、各商業施設は絶対使ったりするでしょう。で、それで消費の電力が上がったりとか、まあ、かたや冬場は暖房を、どうしても使用さざるを得ない。それによって電力の、消費量が上がっているのであって、まあ、冬場で1億キロワットまで1秒間で最大発電量が到達したことはなかったはずです。日本全国すべて集計してね、北海道、関東、関西、四国、九州、沖縄、すべてトータルで見てもね。だからエネルギーの残存量問題っていうものを本当に甘く見てる場合じゃないと。で、かまど発電に関しても、まあ、冬場限定ですけども、1日のその1秒、1秒間の発電量が1000万キロワットまで届けば上出来です。かなり厳しいですね。1000万キロワットは。これが今の社会に置かれている現状であって、フェイクニュースとかね、医療業界の行っている悪事とか、ああいったものを全てなくしてね、本当のエネルギーの残存量とかを世間に公開するべきだと思いますよ。で、それで自然と少子化になります。諦める人は諦めますから。先のことを考えたときに、自分の子供が、生きてる間に、ガスや石油の輸入が止まったときに、まあ、日本だったら今の状況で言うと1億人以上が餓死すると。物流は全部止まりますから、食料は行き渡らない。スーパーマーケットに食料品が並ばない。歩いて持って運ぶわけにはいきませんから。もともとルール法律でいくと、裁判所では真実が全てであって、裁判所以外のところで嘘を言うと詐欺罪ですから、詐欺の罪。まあ民事でも詐欺があります。で、三審等以内の請求でお金によって支払わせる、償わせる。それをしなかったら、基本的に会社とかで罰金とかは徴収しちゃダメなんですよ。法律でそうなってます。日本の法律では。で、裁判所の裁判官、要するに第三者という位置づけですね。その人の、裁判官の
判断、法に長けてるものの判断、まあ法に長けてるというよりも判例に長けてると言った方がいいでしょうね。今までのその基準がなかったら、本当は裁判官も今までの判例の基準がね、全くない状態で、じゃああなたたちで合議制であれ判断してくださいよっていうことになっても、判断なんか聞かないでしょう。損害賠償の金額とか。今までの前例があるから、ある程度の判断ができるのであって、それこそ第三者の善意っていうものは裁判官が持っておかなきゃならないものなんですよ。これで裁判所普通に稼働します？法律名とかを求めてこなくて、何があったかだけを言ってくれたら、あとは我々の方で判断しますっていうような裁判所の稼働の仕方。仕事として給料を得ながらしてる人たちからすれば、相場とかすぐに頭の中に残りますし、すぐに判断聞くと思います。何々法の第何条に照らし合わせとかね、かその辺のところで一般人の人にそれを求めたところで、ほとんどの人は無理だと思いますよ。なぜなら一般的な公務員の人とか、公職員証の免許を持ってる人ですよ。それとか、あと警察官の人でも、あまりこの人法律分かってないなっていう人は会話しいてすぐ分かりますから。これが世の中の現実なんですよ。じゃあ、一般的な仕事をしてる人たち、これだけ、非正規雇用の方の人たちの方が多い社会の中で、法律に長けてる人が出てくるかって言ったら、いませんよ。で、本当に法律長けてる人間がテレビに出演してるのであれば、あのような放送していません。これが結論なんです。自分たちで自制しますから。詐欺をしてるっていうことを自覚してね。以上です。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、私が YouTube をアップロードしたときに、着信履歴が、しっかりと届くように、対応してください。あともうこういう状況ですから、生ライブ中継した方がいいと思ってます。それには動画の再生回数が必要ですし、過去365日を遡って、まあ、3000時間なのか4000時間なのか、まあ、それによってやっとパートナーシップが結べて、まあ、動画の生配信ができるとか、まあ、チャットを利用してそのライブ配信見てる人たちがいろいろコメントをする、まあ、一般的なその音楽業界の人たち その生ライブの配信とかは拝見しましたけども、正直な感想も言いますね。ただただお金をもらったりとか、あとはその実名を皆さん名乗ってませんけども、多分その偽名のところの文を見て、まあどこそこの会社の人だなとか、多分会社関係の人たちが基本的にコメントしてるんじゃないかなと、関係者の人たちが。で、まあお金をもらったりとかで、それでまあありがとうございますとか、ただただ言ってるような内容で、あまり中身っていうものがないなっていうのが、それがまあ僕の実感ですね。だから私と目指してるような方向性とは全然違うなっていうのが、それが実感ですね。まあ全ての人たちの生ライブ中継を見たわけじゃないし、まあニコニコ動画とかは YouTube とは違う路線で日本独自で作ろうとしたんじゃないですか。僕の感覚では多分 YouTube に任せといた方がいいと思いますよ。余計なアプリだったかもしれません。ただニコニコ動画の良いところは、字幕はね、上の
表面のところにこう流れてくるっていうようなところでね、まあ流れるスピードが速すぎたら読めないんですけどね、たくさんあの文字がいっぱい出てきたら、ああいうふうなところはまあいいところかなっては思いますね。例えばバイオリンのそのタムさんっていう方がいらっしゃいますけども、ちょっと待ってくださいね、 iPad の方で僕の自分のホームページ開きますね。まあ、淡井圭介の履歴ってまあ書いてますけども、まあこういうふうなと文字をまあ入力していただいて、まあこういうふうな画面が出てきます。でこの一番上のところの淡井圭介の履歴っていうところを、タッチもしくはクリックしてください。でまあこういうふうな画面が出てきます。これがあのホームページの、最初の閲覧の画面です。でスマートフォンの場合は、こういう画面が出てこなくて、多分3本線が出てくると思うんですね。で、その3本線のところを、タッチもしくはクリックしてもらったら、僕のホームページにたどり着けるように、なってるはずです。で、まあ、今日の話だったら、この YouTube 一覧表っていうところがありますけども、これもね、ちょっと、いくつかちょっとまとめなきゃならないなと思うんですけども、まあ、この中で、ニュースについてっていう欄があるんですよ。こちらです。近くにね、音楽業界へのメッセージとか、まあいろんなことが記載されてるんですけども、このニュースについての欄のところに、今回の動画、アクセスできるようにしておきます。で、先ほどタムさんの話をしましたけども、まあ2011年以降、まあ、高島彩ルートで SD カードを送って、まあ、テレビ局の役員さんだったら、淡井圭介のことを知ってる人が、各テレビ局にいるはずであるということで、まあ、いろんなことを提案して、まあ、スクエア・エニックスさんのファイナルファンタジーとか、ロマンシングサガとか、ああいったものを、まあ、バイオリン、の方で、表現してもらってる、まあそういった方がね、この64番っていうところ、淡井圭介のおすすめミュージックタムさん編ですって書かれてるところなんですけども、こちらの方からアクセスできるようにしています。まあバイオリンでアレンジを加えていたりだとか、途中でまあそこでね、ニコニコ動画で上げてるるようなんですけども、まあ字幕でね、まあいろいろ面白いコメントとかもありますからね、まあそういう部分でニコニコ動画はいいんじゃないかなっていうところで、まあタモさんのそのバイオリンのそのアレンジの仕方とか技術を見たら、まあびっくりされるでしょうね、一般の方は。昔のその動画も拝見しましたけども、その頃のタムさんはそこまで綺麗な音は出てなかったんですね。まあだからそれからだいぶ修練を積まれたんだなと思います。あとはね、バイオリンとか、まああとピアノを弾いてる人なんですけども、このおすすめ、音楽業界の人もまあ見てもらったらいいんじゃないかなと思うんですけども、おすすめ、ナイト・オブ・ナイツ、バイオリンなどっていうことを記載してる欄があるんですけども、これはね、64番と65番の間のところの65番に近い方の欄にあります。まあ若手の男性の人、まあ国際的なコンクールとかでいろいろ賞を取ってる方なんですけども、ナイト・オブ・ナイツっていう、まあゲーム名が東宝っていうもので合ってたかどうか分かりませんけども、シューティングゲーム、まあ、もともと、まあ、私がちょっとしたことを言って、それをもとに、作ったゲームの可能性もあるんですよ。当たり判定のところでね。当たり判定を小さくしといた方がいいっていう話、まあ、1997年、8年、ウルスラパークで言ってたんですけども、それで、大量の弾を、ボスとかがね、撃ってきても、
なんで避けれるんだろうこの人みたいに見えるからそういう風に作ったらいいっていうようなことを言ってた時期があったんですよね。でまあそれでできたゲームかなとかも思うんですけども、その中のね、ボス戦のその音楽でナイト・オブ・ナイツっていう曲があるんですけども、原曲がどれなのかちょっと僕もあまり詳しくないんで、はっきりよくわからないんですけども、それをアレンジしてるんですよ。で、正直原曲はね、そこまで超一線級の曲じゃないんですよ。その曲を、まあ仮に B クラスだったとします。その B クラスの曲でも、アレンジの仕方によっては、そのバイオリンの弾き方とかピアノの弾き方によってはここまで素晴らしいものにすごいものになるんだよって、まあ、日本を代表するそのアレンジした方ですよ。アレンジした方はそのピアノとバイオリンの2つのパターンをアクセスできるようにしてるんですけども、その内容は日本を代表する曲として扱っても良いレベルの、曲です。だから楽器のその演奏者のその技量によって、あと発想力によって、まあいろいろいろんな曲をリメイクするっていうのも音楽業界の一つの手なんじゃないかなと思います。いろいろ聴いてたらやっぱり似通ってる曲とかがあったりとか、まあ、締め切り、まあ、グレイさんのことなんですけども、もともとインディーズあたりの頃の曲か、デビューしたての頃の曲をちょっとこう変えて、歌詞とか丸ごと変えて、まあ、コンピューター系って言ったらいいんですかね。電子機器系をうまく利用した音を、に変換して、あ、これ作ってるなっていうのは聞いていてわかるんですよ。だからまあ曲名とかはもう言いませんけども、ちょっとそれ探すの大変なんですよ。僕の方でね、ちょっと今長い話になってしまってあれだと思うんですけども、まあこれも65番に近いところなんですけども、日本の曲として海外の人、その、かっこその国の人、今のところは中国とアメリカ、英語圏とインドとブラジル、経済原理があるので、経済規模の大きいところしか無理ですって、書いてる欄があるんですけども、ここにアクセスしてもらったら、まあ僕とある程度年齢の近い方や、まあ、X さんや、まあ、ボーイ、というバンドの、方たちの、その、昔のね、今の若い人たちからしたら新鮮な曲だと思います。で、その中で、まあ、一級品の曲っていうものを厳選して、掲載しています。まあ、これはもともと、そのね、例えば中国の人の、まあ、中国の人にもう歌ってもらって、中国の、演奏者の人、本土の人たちにね、バンド組んでもらって、しっかりした人たちに、まあ、こちらから提示してる条件があるんですけども、まあ、それによって、著作権料、まあ、権利物の収入を、まあ、権利を保持してる人たちに、日本の音楽業界の人たちに払ってもらうことによって、まあ、演奏してもらうと。で、多分、中国の人からしたら、それをしてもらったら、驚くと思うんですよ。次から次へとクオリティの高い、曲を出してくると日本のその音楽業界でもなかなか全てのシングルがクオリティ高いかって言ったら、そんなプロの人まずいないんです。最初の方の何曲かぐらいでなんかこう力尽きてるというか、もうなんか燃え尽き症候群というか、大体そういうふうなケースに皆さんなってるんですよ。いろんな話とかあって、次の若手を育てなきゃならないとか、次デビューさせなきゃならない、仕事を与えなきゃならないとかで、なんかいろいろあるみたいなんですよね、事情が。まあその辺のところでね、まあ貿易の輸出の部分でね、まあちょっとした稼ぎなんでしょうけども、あとはまあ
中国とかね、英語圏とかインドとか、まあ、ブラジルとか、まあ、そういうところの人たちは、まあ、今だったらインドネシアも含めてもいいかもしれないです。人口が多いですから、まあ、あの聞いていただいた時に出す曲出す曲なんで、やっぱり今までのバンドマンの人たち の, その厳選された曲を選んでるので、聞く人はびっくりすると思うんですよ。なんだこのバンドマンはと、出す曲出す曲全部すごいぞというような形で、まあ、ちょっとした驚きと、まあ、消費者の人たちからしたらね、まあ、クオリティの高い作品が聴けて、まあ、人生得したと、まあ、こういうふうなところですね。まあ、それをお互いの国で行ったらいいんじゃないかなっていうのが、まあ、私からの発想です。ただその国の人に歌ってもらいましょう、演奏してもらいましょう。それを飛行機に乗って来られたりとかしてライブとかされたら困るんです、エネルギーの残存量問題的に。その国の人の範囲内だけで何とかしてくださいっていうことにしておきたいんです。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ見ていただいたら結構いいランだと思いますよ。昔の曲とかって曲名忘れたりとかしてみんななかなか探せなくなったりしてるじゃないですか。だからまあ、そこのそういうふうな欄とかを見てもらって、聞いていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、結構お得な欄だと思いますよ。まあ、私なりに頑張っていろいろと厳選したところです。まあ、グレイさんのところはまだ今厳選中で、ある程度のところの欄を一旦ね、まあ、コピーして貼り付けて、でそこからもう一回聞き直して、どの曲をその海外に行ってある程度10曲ぐらいにまとめようかなと思ってたんですけども、やっぱりこの曲もいいな、あの曲もいいなということで20曲前後ぐらいになりそうです。今削ってるところなんですけどね、まあもともと全ての曲を掲載してるグレイ編っていうものがあるんですけども、それを全部聴き始めたらちょっとした苦行になると思います。本当に曲数が多すぎて100曲軽く超えますから。まあ皆さんそういうわけです。まあ、本日は日曜日ということで、まあ休日扱いの日なんでね、まあ皆さんまあ楽しんでいただけたらなと思います。まあ仕事終わった時とかね、帰りの電車の中とかで、まあ、聞いていただいたら、まあ、いいものに遭遇できたなと、見つけれたなっていうような、まあ、そういうふうな感覚になっていただけるんじゃないかなと思います。ただ、電車の中とかね、あんまり、これ僕も経験あるんですけども、音楽にこう集中して聞いてるでしょ。そしたら、その、何々線ってあるじゃないですか。間違ってね、違う路線に乗ってしまって気がついたら、どこだここはっていうようなことが、今年一回ありました。まあ、三田線の方、神戸電鉄の三田線っていうところに、乗って自宅へ帰ってるんですけども、三木線か青尾線っていうところに乗ってしまって、まあ、あれはあれで勉強になるんですけどね、両サイドの、まあ、単線なんですけども、電線のその柱がね、電柱がね、木製なんですよ、昔からずっと。だから、その辺のところで、普通の電柱ってあれ、中に実は、鉄筋が入っていて、中で錆びていくんですよ。なんか金属は消滅するから、僕から言わせたら、ほとんどの地点、あんまり高さがいらないところは、木製の電柱でいいじゃないかっていうのが、僕からの、言い分なんですけど、あんまりここで話し始めても、こんなところで言ってるとは誰も思わないでしょうから、探しようがなくなってくるから、僕もアップロードしてる内容多いですから、まあ、まあ、電車の中でその曲を聴いていて、あんまり熱中しすぎると、集中しすぎると、違うところに、ついてしまうと、到着してしまうと、どこだここはっていうことになりますから、それはそれで、ね、時間に慌ててるときは泣きが入るようなことになってしまいますので、まあまあその辺気をつけていただいて、まあ注意していただけたらなと思います。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、着信通知が来るように、皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。あと
まあ、いろんな人たちにね、広めていただけたらなと思います。身近な身の回りの人に。テレビ、一般的に今の報道番組を見てると、まあ、昔からそうですけどね、古舘伊知郎さんが報道ステーションの頃から、ああいうふうに戦争のフェイクニュースが流れていましたので、まあ、皆さん、騙されないように。大体テレビつけたら詐欺師がいっぱいいますよ。これが現実です。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。